Welcome to ようこそ NCTV 今日もドタンバタン大騒ぎ。はい、皆さんこんにちは。 NNC のエレーヌです。ヨシエです。レイコです。今日は、芸能人当てクイズというのをやりたいと思います。はい。まあ、ルールは簡単で、この3人の中で1人が好きな芸能人考えてもらって、その人に対して2人で5つの質問をして、その芸能人を当てるっていうのをやりたいと思います。分かった今の。はい、分かった。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。 Here we go。 はい、じゃあ僕が芸能人を考えるので、この2人に5つの質問で当ててもらいます。はい。でまずはなんか男性女性性別じゃない。それでは一つ目の質問です。はい。その人の性別は男女どっちですか？女性です。中間って言われたらどうしよう。二つ目の質問です。はい。じゃあその人は、はい、秋元康さんに関係してますか？多分してない。してない。してない。三つ目の質問です。はい。その人はドラマに出ていますか？待って、わかんない。出てんのかな。俺の範疇では分かんない。分かんない。だから範疇では出てない。基本とあと2つしかないの。やばいよね。4つ目の質問です。はい。その人は歌を歌いますか？分かんない。本当に思いつきで考えたんだよ。ああ、そっか、多分歌ってないですね。だってさっきの質問の答えはアナウンサーではないと思わない。ないと思う。アナウンサーはなんか、うん、違うと思う。あれじゃない、なんかあれタレント系じゃない？トーク番組とかによく。ああ、あと1個で、あと1個でしかないね。うわー、でもあと1個でしょ。おバカタレントかどうかみたいな。ああ、そういうのって結構決まるね。それでは5つ目の質問です。はい、ラストラスト。その人はおバカタレントですか？はい。え多分そう。分かった。はい。いや、でもおバカタレントはいっぱいいるから。いっぱいいるから。分かんないよ。鈴木奈々ちゃん。なんかおバカなのかね。まあ、うん、え、嘘。ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる。滝沢カレンとか。あ、言いそうじゃない？すごい。でもその辺だよね。で、エレンが出しそうなのは滝沢カレン。出しそう、出しそう、出しそうだよね。オッケー。その人は、せーの、滝沢カレンさんですか？はい、正解です。絶対わかんないと思ったの。いかがだったでしょうか。ぜひやってみたら面白いと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。ピッピッ。